<laughs> <coughs> えー、Good morning, Dr. Kenmogi. I have a question for you. Is consciousness a part of information processing? We can say that what neurons do is solving a problem that is integrating input information and output that result by generating an action potential. A brain activity is most important to generate consciousness, and what brain acti activity does look like information processing. And the source of the problem is the environment, and the brain reacts to the information from the environment and processing it, possesses it, and initiates action, not only body action, but also emotion and so on, response to it. If chorea arises as a result of some information processing, what happens when the brain doesn't get any information from the environment through sensory receptors? Not a short time, but a long time. Uh, patients in visible states. Can get very inf little information from the outside world, but some of them have consciousness. What kind of information processing they do? What they are doing is not information processing explained by input relationships. When the brain is viewed as a function, information processing can may be able to explain access consciousness, but it cannot explain phenomenal consciousness. Today's artificial consciousness approach tracks this point. I'd love to hear your opinion. とののの情報の入出力ががない場合に意識があるのはどうでももともと脳はその自発的に、えっとまあ、脳のコネクションってもともとインターナルなものでこうやっていろいろあるわけじゃないですかでここに外界から情報が入ってきた時にもともと自発的な発火っていうのが行われていてそこで意識が保たれるっていうんだけど、まあ、そこに外界から情報が入ってくることによってその、まあ、活動が少し変わってそれが感覚的コーディアとかそういうものとして認識されているわけなんで。 えと基本はです、ね、自律的な内部の、えー、活動がポイントだと思うんですよね。そういう意味においてはあの情報処理という視点から見ると内部情報処理というか内側のコネクションの情報処理がもともとあってそこに外からのやつがプラグインするみたいな形で考えるとお書きになっているような事象というのはあの説明できるんじゃないかなと思います。サイロサンジ38さん、えー、ニューロンやそれが生み出す心もフラクターの奥行きがありますか 雪の化粧やコーヒーに照らしたミルクの模様に同じがないということはニューロン一つ一つも同じものはないと考えた方がいいのですかディテールの大切さが言われるようになれば自意識研究はプラスに働くと思います。あのー、スケール不衛生が意識の中であるかどうかっていうのはうーん面白い問題ですよねうん。意識を特徴づける空間時間スケールってのは確かにある気がするんですけど そこにスケール不変性があるかっていうのは、うん、あんまり明示的には問われてるのを見たことないですけど、うん、ある種の意識の変性状態っていうかその瞑想とかそういうのってはそこの意識のフラクターのその小さな部分の拡大みたいなことに相当する可能性はありますよねえっとひまわりさんえー、アインシュタインマニアの森先生に質問ですアインシュタインは小さい時には学校や先生から頭がおかしいことを言われてまた大学の先生とも反りが合わずに なんとかついた特許局時代には初めてできた子供が亡くなってしまったそうですが質問です。普通いくら優れた人格者でもこのように不遇の扱いを受けてきたならば投げ出したり普通の人ならば、えー、やめ諦めちゃう人もいるかもしれないけどもアインシュタインはなぜこのような時期でも折れずに前を見続けられたのでしょうかどういう気持ちでいたのでしょうか普通他人からひどい扱いを受けたならナポレオンのように野心家ポークなりそれを嫉妬して恨むと思うのですがアインシュタインからそのような胸の えー、言葉は聞いたたこことがありまませんれ何か一つの目的を立てて自信に取り組んでいたのでしょうか、もしそうだとしたら、そのときの経験をもとに目標の大切さを語ると思うんですが、目標の大切さを悟ったというような話は聞きません。目標などを立てずに面白いと思ったことに取り組んでいたのでしょうか、私は野心界に対して否定的な印象はなく、むしろナポリオンは尊敬してますし、お返しお返しお待ちしています。 もともとですね科学を志す人ってあの社会的な事象に対して関心がない人が多くてアインシュタインもそうだったんじゃないですかね。だかナポレオンは、えーとまあ、指導者で軍事家で要するに人との関係を通して何かを表現したり何か行動したりするタイプの人じゃないですか。アインシュタインはおそらく人間関係に基本的に興味がないからあの周りからどういう,影響けどう,いう扱いを受けてとか関心がない タイプの人だと思いますですからお書きになっているような経験したとしてもアインシュタインにはあんまり関心がないというか興味がないというか、えー、とまあ有名なその5歳の時に磁石を見てあのその宇宙の不思議さに目覚めたという人でありますけどなんかそういうふうに人から何かいろいろ言われても磁石一人で見てるようなそういう人だったんじゃないかなと思いまますすししささん、えー、もいさんこんいこにちは北沢と申たたたびび長文で失礼いたします。 先日の相談室や関連するスピンオフ映像でもたびたびおっしゃってますが、えー、英文法授業の不要論に私は全く同意見です。予備校や英語教室で講師をしている私は、あ、そこうそこう、そうでしたよね。文法を教えてほしいと言われるたびに、文法を出たテストと同じで自分で鍛えるしかないんだから、誰かに教わるなんて時間とお金がもったいないと断り、その代わりに英語現象を読むのが一番といて、一緒に読書や作文をするレッスンを提唱しますが、一部の学生や親は不満そうです。それでも食い下がられると、 文法は自転車の補助輪のようなもので、英語レベルが上がる、つまり1人で乗れるようになった意識しなくてもいいですとか、あるいは製品マニュアルのようなものだから、英語を使う中で困ったときに参照するものなのだと、こういうレトリックで突っ張れることにしています。またはどうしても文法を参考書で学びたいなら、複雑回帰や日本語解説は無視して、英語例文だけ見ようと言い切るんですが <laughs> え、時折、意にするのだろうかと自問することもあります。森さん、私の論法、どう思われますか、全くその通りだと思いますけど。 日本で <coughs> 一定の人々が英文法に固執する理由は先日も話題になった日本社会の形式主義に気にするのかもしれないと思います。ところで私は最近、森さんも大好きな「メサイヤ」を歌う合唱団にて練習を始めたのですがなんとなんと <laughs> 団体、大の奥にはどう表現するかよりも音符の正確さにこだわるニットピッキングが傾向が見られやや窮屈に思えることがあります。えっ、ー、と、広敷さんはテノールですか、バスですか 僕はあのバスなんで「あのメサイヤ、ね」「アレリアコーラス」で唯一あの僕が楽しみしてたのが「あそこだけなんですよバスがね単独でねまあいやし音楽活動における性格世代主義も社,社会広範における形式主義と関係があるかもしれません森さんにいかがお考えでしょうかってまあそうだねまあそういうふうになる。 あの小学校の時にそういうふうに吸い込まれちゃってそれを真に受けた人がそうなっちゃってるんでしょうけど俺みたいに小学校の時に <coughs> 先生にそう言われても全く無感無視してるっていうだからそこで先生が言うことをだから「はね止め払い」みたいなねほんとくそどうでもいいと思ってるんですけどあれを好きな人いますよねいやそれ漢字の「はね止め払い大事でしょみたいなくそどうでもいいと俺は思いますけどまあ文法もくそどうでもいいですよね。 まあ好きな人はそういうのにやらしとおきゃいいんじゃないですかもう、まあ、これ広敷さんこれ個人の自由なんででも彼らがそういうのを好きでもああ合わせる必要は全くないですよねだから広敷さんはその英語を教えられる立場なんで困りますよねそういう要望を受けるとねだからなんか困るね <laughs> まあでもそうにずっと主張を伝え続けることがいいんじゃないですかそれで響く人もいると思うんだよ。 えーっと明太子さん、英語の長文を読んではいけないと言われる人が英語のを習得するには何が必要でしょうか。どういううい意味でしょか英語の文章を読んではいけない、まずは英語単語を覚えて文法を覚えてから英語の長文を読み始めなさいと言われて、俗に言う基礎を固めてからという感じで、基礎が習得できないまま学校を卒業してしまい、えー、実践の経験が全くない人は割と多いような気がしますが、そういう人は何が必要でしょうか。 基礎がないと読めないという人に、えー、長文で翻訳されるのが覚えた単語と違う直訳じゃないことということで単語力不足ということでまた単語帳暗記に戻る英文がどの文法を使えているのか判断できない文法教科書を言い直すみたいなを繰り返しで何か本一冊読むどこか長文のん問題の説も読むが今まで一も一回もないという感じですあそうなんですねまあでもゾン・言われたってことですか学校で。 ガン無視して読めばいいんじゃないでしょうか <laughs> まああのずっとあの昔「素読」という日本では素晴らしいやり方があってねとにかくで日本昔の日本人の方が偉かったよね論語を要するに意味が分かんなくても最初は意味が分かんなくてもとにかく素読しろって日本昔の日本人の方が知恵があったなと思うんですけどえ英文を素読すりゃいいんで,すよなんでそ英文の素読をしないんですかね。 本当、ただ、相続をすればいいと思いますよ。あの、これはひょっとしたら、えっ、ー、と、スピンオフにしようかな。えっ、ー、と、澤田翔太さんかな。茂木県庁先生、こんにちは。筑波大学大学院生のの翔です現在私は筑波大学研究室にいて、アクティブラーニング用を VR 教室システムの開発に取り組んでいるんですが、開発にあたって茂木先生のご意見を頂戴したいと思っています。詳細については、2021年3月30日に茂木先生のメールアドレスにメールを送りしていますので、ぜひともご一度読の上、 ご返信いただければ幸いと思います。ごめん。沢章子さん、あの。気づいてないかも。<laughs> ちょっと待って。ごめんね、そういうことってあるか、ちょっといる、いるかどうか。そのメールはね。さわだ翔太。うん。あ、これだ。いた。ごめん、今メール見た。 ちょっと待って、今とりあえず一本返事しとくね。浅川将さん、あのちょっと今メール一本お返ししたんで、えっ、ー、とちょっと議論先もいろいろしました。ごめんね、今気づかなくて、<laughs> メール気づかないことがあるんで、あのはい、ごめんなさい。<coughs> <え> <laughs> はい今、ちょっとメール返事しました、三日鎌田さん、俺はゲイなのだけど、宗教の教で行けばやばい国のことを教えてくださいって、まあ、それは、まあ、いろいろな国でいろんなことがあるだろうから、ぜひ、自分らしく生きてくださいね、あのまあ、世界は少しずつ進んでいくと思いますよ。本田剛さん、えー、教室、学校に通っていないで身につけた知識と技術を評価しているでしょうか、それとも通わせて指導者に評価してもらうべきでしょうか。 子育ての質問です、えー、習い事や塾に通わせて身につけたものは一定の評価を受けやすいが、通ってないで身につけたもの、偶発的予測できないものをどう扱えばいいでしょうか、例えば、パソコン教室だと、一般的に決められた方に対して教わった機能をどう使うかなど、狙いがあり意に沿っているのが評価基準になりますが、家にあるパソコンで作りたいものを作るために調べて作っていくので、偶発的に知識と技,技術と知識が身についている状態です。底にいる画流は、長期的に好まれない印象がありますが、 親としてはちゃんと教室や塾に通わせて権利がある先生、権威がある先生に声をいただいて、安心したいと考えが普通でしょうか学校は教育指導要領がしっかりしているのでういう進の客観的信頼がありますが、子供の要閣活動はどう見ると良いでしょうか学園安って自己 PR など、学校や企業は求める活動をしてきたアピールがうまくいないかないと、分かり,り,分かりやすい資格みたいなものを作りさせたい気持ちもあります。なるほどね。あのお気持ちわ分かるんですけど、今の時代も、 なんていうかお書きなって我流ってお書きになってるんでしたっけそのスキルとか経験の方がよほど重要だと僕は思いますけどね学校でで得られる知識ななんて大したことないすよパソコンについて言うとパソコン教育と教室とかそういうのってほとんど意味ないんじゃないですかねあのパソコンについて言うと自分でそういうふうに身につけられた方が大事であの僕 DMM の神、MM、山さんとこの前話した時に神山さんって大経営者ですけど子供の時になんか夏の何ていうね 海の,海の家をやってて、その海の家でいろいろ経験したことがその経営に役に立ったっておっしゃってたんですけど、まあ、そういう時代ですよね、だから <coughs> 学校で教わることって別に大したことじゃないしそこは、そこでは差別化できないですかね、あと、パソコン教室はまあほとんど意味ないんじゃないですかね、何を教えてるか分かんないですけどね、エクセルの使い方とかやってるんですかね。だからあの、ご自身でやっていくのが一番僕はいいと思いますけど、それが今生きて、むしろ差別化につながっていく時代だと思いますけどね。 シュージ・ナ、uh, so、まあいろん、けど、まあ人類歴史を見たら、こういうことって過去にも何回もあったと思うんで はい、あのなんとか我々乗り切るんじゃないんでしょうかね。エミさん、思っていたほど簡単だ,って,た簡単だってこと、いろいろと思い通りにいかなくて難しいことを勉強したり、試してみたりしたけど、意外に簡単な方法で解決することがあります。茂木先生はこのような経験をされたことありまし時々あるアラームが鳴るという事象が起きて、中うしとました。<laughs> ごめんなさい、えー、っとエミさんね、いろいろと思い通りにいかなくて難しいことを勉強したり、試してみたりしたけど、意外に簡単な解決することがありますと、このような経験をされたことありますか。 このためにどううかまあ本当そうですよねだから思うよりもやるが安いというかえっ、ー、とやっていけばやればやってみると意外とできるってことがあるんで僕はだからあんまりえっ、ー、と難しそうだなとかやるやめようかなと思うよりはもういきなり飛び込んじゃうようなそういう、えー、と習慣になってますけど僕はね。えっ、ー、とジェネレーータガ,ガーデーヴォアさんかな、えー、とセ,ネセイタースクエアと呼ばれる パリ,ンドローパリンドローム解文についてですセイタースクエアはセイター、アレッポ、テネット、オペラ、ロータスの5段に並べられています。そしてその漢文を変形させるとパルテノスターという並びになります。パル,ペルパテルノステルはガテン語で主の祈りとされており昔に使われていたエレベーターの一種の名前でもあります。最も古いセイタースクエアはヴェスビオ火山の噴火によって滅亡した ヘラクラヘ,レ,ヘラクレニウム、ポンペイの遺跡で発見されました。セイタースクエアと一体何ら何でしょうかごめん、俺初めて知ったわそれ。面白いね。なんかあるのね、そういうのね。これは俺は担当してない分野だけどなー。あーあー、おもろいね。トゥーディメンショセイタースクエアについても英語のウィ,ウィキペディアがありますね。ああ、面白いね。<laughs> あークリスチャンアソシエーションズ、マジカルアソシエーション、あ、いろんな面白いねうん。インポピュラーカルチャー、あー、ディスクワールド、あ、ディスクワールド、テリープラチェットのィディスクワールドの中で出てくるんだね。クリストフタノーランのテネットにも出てくるのか。あれはあれです、ネイマキャクターなイター、<laughs> そうなんですね。テネット、あの,クリ,のクリストファリノーランの、えー。 テネット。<laughs> ありましたよね、あの映画、あの映画、がそうなんね。なるほど。ああ。そういう面白いね、ありがとうございます。知りませんでした。<laughs> 教えてくださってありがとうございます。えー、とても興味深い。回文ですね。あれどこ行っちゃった。あ、あの、教えてくださってありがとうございます。えっ、ー、と、知りませんでした。面白いですね。えー、っと、ひとみさん、えー、森先生、こんにちは。私は同性の一卵性双生児として生まれ。 今は荒沢です。妹とは高校を出て離れて暮らしていましたが5年ほど、ま、してまた一緒に暮らすようになりました。この年なりお恥ずかしい話ですが、えー、同じコミュニティの中にいることが息苦しくなることがあり他人からの妹と同一されているような感覚や私たちの違いみたいなものをものすごくあすごく考えるようになりました。自分の中にある否定してもしきれない私たちに似ているという感覚とうまく付き合っていくにはどうすればいいのでしょうか。そうですよねこれだから一生の方は やっぱりす僕は一アでソーセージではないんであのその想像するしかないんですけども、えっと、一般に自己認識とかそういうことについてねいろいろお考えになることあると思うんですのえただあの、えっと、経験していらっしゃることが全然違うんでその外見が似ていてもあのやっぱり中身は違うわけじゃないですか。だから そのあくまでも違う人なんだっていうことをどこかで認識して確認しながらあの一緒に暮らしていかれるのがいいのかなと思うんですけどねただ他人が見た時に何かいろいろ勘違いするとかそれをだから言うのはとかちょっと面白おかしく、えー、っとコメディ的なセンスで見たらいいんじゃないですかね確かに勘違いされちゃうことありますよね。あのーまあののの安安藤藤忠忠さささんんん建築家っってて、あのー、北山さんっていうね、あのー イャンセーソーセージの兄弟がいらっしゃってでやっぱり僕もとにかく勘違いしちゃうんですけどあのー、安藤さんと間違えられちゃうんですよねで,そでだけどそれはそれでなんか楽しまれてるみたいでしたて <laughs>、ま、間違えるんですよねってそういう形でと美さんも楽しまれたらいいんじゃないかなと思いますけどね小川小川さん森、えー、さんは英語の本をいっぱい読むと良いとおっしゃっていたので最近英語で書いてる本を買いました。 しかし、仕上がりタや受講などが多く、なかなか読み進めることができません。どのようにしたらスムーズに読み進めることができますかこれだからの、素読というのがね、素読をされるといいますあのいいと思います。これちょっとね、またスピン,スピンオフの方でやりますね。にゃんこ太郎丸さん、茂木さん、現代において宗教や哲学や宗教を研究する意味はあると思いますか質問の威私は大学4年生、男でアレクサンドリアのクレメンスというギリシャ神教父について、 キリリスト教神学、学ギリシャ哲学などの観点から卒論書いてい,ますい,いっすね。この研究のために英語やフ,フランス語の論文やギリシャ語原点を読むのは楽しいです。いいっすね。これら研究に対して物理学専攻の友人は哲学や宗教なんて何の意味もない創作されたヘリクスだ人文学って世界の仕組みや真については何も貢言してない人文学は本を読んでただそ,その感想を書いているだけと言いました。<laughs> まあそういううかつな人ってよくいるよね。 ただ私は、えー、善意や美や真理、神について宗教や哲,哲学や宗教を学ぶことは意味があると考えます。ヒュームの法則によれば、何々であるという命令か何々すべきという命題は導き出せません。そうだよねしかし人は生きる上で何々すべきという命題に必ずぶつかります。それは何々であるという命題を扱う支援科学には扱えないものです。それや哲学や宗教を学ぶこと、を私は価値があると考えますが、茂木さんはどう考えていますか。あのいや、素晴らしい研究をされていると思いますよ。いや、興味深いです。ぜひ今度。 もあとそのその物理学専攻のご友人みたいなうかつなやつって <laughs> 俺を、まあ、せっおそらくね推定世の中に日本国内だけでうん10万人ぐらいはいるんじゃないの <laughs> で肝心なのはねその物理学専攻のご友人がそういう風に言ってるのは彼の彼か彼の字かわかんないけど独自の思想ではないってことですよ。だからあんまり む相転しなきゃいいんじゃないですか <laughs>。まあそういう人ってよく言います。だからあそう考えると気楽になりません。ニャンコ太郎丸さんも。あなんかこいつ言ってるけど、まあ誰かのコピーだなっていうか。もう繰り返し繰り返し歴史をそういうこと言ってきた人たちがいて、うかつな人がいて。まあいいんじゃないですか。勝手に物理学。まあぼ僕も元々物理だからね。まあそういう人いるのは知ってます。<laughs> 別に大したことじゃないです。あとやっぱり僕はクオリアっていう概念にたどり着いたことでそういう あの迂闊なおじ兄ちゃん、姉ちゃん。に対して別に、あでもクオリアだからね、言葉の意味は、とかいうことで。あの別になんか瞬殺できるんで、うん。あのまあ、そんな雑音気にしないで、ぜひ。あの謙虚なさってください。必ず面白いところにたどり着けんじゃないかなと思います。本当に興味深いと思います。えっと、じゅんこさん、森、えー、先生おはようございます。いつもありがとうございます。今、森先生のご著書である生命とご優勢を拝読させていただいております。まだ最後まで読み終えておりませんが、ふと思い出したことがありました。 パソコンはいつもブラインドタッチでするのですが下を見ますと打てなくなってしまうのですアルファベットを意識するとき打てなくなってしまいますがこれは単に手続き記憶ピアノの鍵盤上で見られるというものなんでしょうかそれとも記憶力は悪いかわのでしょうかええー、生命とご優勢と全く関係のないつまらない質問です,すみませんお,お答えいただきました幸いですそうですよねだからえっ、ー、と僕もタッチパイタイピングしてますけどどこにどのキーボードがあるかって言われると <laughs> 困るもんね ピアノを弾く時もどの音符をどう弾いてるというよりも何か場所で覚えてるわけじゃないですかだからあのおもろいよねい面白い現象であそれは手続き憶というかですねそうですね,そうですね分類上は手続き憶になるかなと思いますねはい人間の脳は大変面白いですねえー、っとます、あ さんかなよく宇宙探査の話とかで液体の水の存在の可能性を云々と議論されてていつも疑問に思うんですがななぜ水だけが特別なんでしょうか例えば金星には硫酸の雨が降るらしいですが硫酸を活用した生物が存在する可能性は全くないということが学問的にはっきりしてるのでしょうかさらに液体と気体からなる、えー、物質とか生命とか気体だけでできる性別とかもない,もないんでしょうか 脳の話じゃないんですが茂木さんの知見を、えー、お聞かせくだされば幸いです。よろししくお願いしますえっ、ー、とおそらくですね水が特別というよりもみは、まあ、地球上の生物というのは水を、まあ、根拠にベースにしてるわけじゃないですか。でえっ、ー、となんかだからおそらく地球外に生物がいる時もまずは第一仮,仮説としては <laughs> そういうあの水をベースにした生命の存在をあの まあ、探るのがいいんじゃねえかっていうのとそのパンスペルミア仮説ってのがあって宇宙から実は生物が来たんじゃないかっていうねあのバクテリアとかそういうのって意外と強いんで、えー、と確か月の上に放置された人類が持ち込んだものの、えー、と装置からバクテリアが検出されたみたいな話もあったわけですよ。ってことは地球上にいる生物はもともとね太陽ひょっとしたら太陽系 外から来たそれはあのー、なんかもしそうだとすると意外と生命って宇宙のどこでも普遍的に流通してる可能性があるじゃないですかつまり137億年宇宙ができてから経ってるからこの太陽系にいる生き物のもともとのシーディングっていうか種はこの太陽系の前の太陽系の生命が何らかの形で たたどり着いいてシーディングされた可能性もあるじゃないですか,だからそういうこともあるんで第一仮説は、えっと、地球の型生命ととりあえずと、えー、なんだろうあの似たようなものから第一仮説で行くっていうことでいいとだと思います。で、えっと、お書きになってるように概念的な可能性としてはいろんなものの、えー、また硫酸を活用した生物とかそういうことがいる可能性もあるんだけどとりあえずは第一仮説は見つからっていうことなんだと思います。えっと でボーさんライトナーシステムについてです英語の語彙を超えて伸ばそうと思うんですがこの本は効果的なのでしょうかんですかライトナーシステムってえっと勉強になるなノーな何でも相談してライトナーシステム1970年代にドイツの科学者セバスチャン・ライトナーが提案した効率的な単語帳使用法であるえっとあーなんかあれね あ誤答率が高い問題に集中して取り組むためにそのああこれだ今ソフトとかあるんだねきっとねなるほどなるほどいやいいんじゃないですかや,ってやられてみたらうんライトのシステムはいはいこれだからあれですよねえっ、ー、とまあ例えば箱を入れといて正しく答えたら箱優先順位が低い方に行っては、えー、と正しく答えられなかったらあの優先順位が高い方向に行ってそれでランダムになんか出てくるって感じですよね。 はい、あの合理的なものだと思います。えっ、ー、とそういうもしソフトとかあるんでしたらやられたいんじゃないですか。はい。いいと思います。効果的だと思います。えっ、ー、と本家の森さん森先生は人生で対れば焦りがありますか焦らないようにするにはどうすればいいんでしょうかって。まあ焦りというかまあやることいっぱいあるなってあるんですけどだって。 そうは言ってもなんか今目の前でやってることに集中してやる以上のスピードはないわけじゃないですかそのライフゲームでいうとグライダーっていうものがあってグライダー以上のスピードでは動けないわけですからライフゲームの世界ではね我々の人生でもこれ以上のスピードでは動けない速度ってのがあってそれを何て言うかなえっ、ー、と超えた動きはできないわけだから、まあ仕方がないですよねと僕は思います。えー、小口投資家さん 文章の書き方について質問させてください、えーさ。昨日の他の質問者さんの質問の中にも書かれていたのですが、日本では文章の書き方を学校で学ぶことはないと思います。一方で、アメリカの大学では選考によらず、ライティングが必須科目になっていると知りました。えー、最近、考える技術、各自技術という本を読んでいるのですが、著者の娘さんは留学したときに1年中にライティング基礎、3年時にライティング上級を、えー、受講されたとのことです。私はまだ上記の本を読んで、勉強中なので、下手な文章で申し訳ございません。 日本大学も何の指導もなくいけないレポートを学生に書かせるよりも、まず学術的な文章の書き方については講義があった方が良いのではないと思うのですが、茂木先生は文章の書き方について講義で習うよりもたくさん読んで、たくさん書くことが大事だとお考え,お考えでしょうか。私のように文章の書き方で考えたについては本を読んで勉強するのはナンセンスなのでしょうか。ちなみに学術的な文章の書き方について質問しておりますが、各ガイド、技術、各技術はビジネス現場での文章の書き方についてのものです。あのですね、えー、っと、僕はあの、 なんか文章を書くときにこういう順番でこういう構造でやれというのは一つの考え方だと思うんですけど文章文字列自体は僕は、えー、と任意の書き方してもいいと思うんですよ波長みたいな比較的僕らだからある一つのやり方を押し付けるというかそういうものはあのそんなに好きじゃないんですよね。もう自由でいい文章は自由ででででいいだろうと思っってるんででそれを言った上でですねあの ただ日本でそのライティングの授業がない理由というのは単純に点数つきにくいからだと思うんですよでこれが日本の教育の全ての外約はここにあるって言ってもいいぐらいで例えば原告の問題が何であんなクソみたいな原告の問題になってるのかというとちまちま一点で刻みで点数つきやすいからなんですよね。本来はあの 日本語で文章を書いてそれを先生が読んでまあ A+ とか a マイナスとか C とか評価すればいいですそれ主観になっちゃうじゃないですかそうそうそう主観的な評価をするっていうのは日本人は極めて苦手なんですってかそういうことをしちゃいけないって学校でを習ってんでその結果なんか目黒のさんまのちまちました話なのでだから文化的におそらくそこが一番のポイントだと思うんですよね。 だから大学の授業のレポートは教師が、まあ、それで採点するんですけど、まあ、これも主観ですよねでも大学になって初めて、まあ、そういうこともやっていいかなってなるんですけど下手すると大学教育でさえ証文たくさん集めてあの一点刻みでなんてうの点数つけるみたいなことになりがちなんで、はい、そこをいかに乗り越えるかなってことだと思うんですけどね。 えーとアンブローズ・ラインホールドさんかな森先生のやってらっしゃるひアひテてコメディーをやってらっしゃる方ってウーマンの村本さんとあとデーブ・スペクターさんもやられてますねデーブさんのツイッターを見てたらいつも暗いギャグをつぶやいてると思いきや時々鋭く面白いギャグされてることもあったりしましたすいません質問じゃなくて報告でしたはいデーブ・スペクターはシカゴでコメディーのライターをやってたんですよねコメディーの台本を書いてたんで えー、本物ですデーブさんは、はい、頑張ってらっしゃいますよね僕もデーブさんとても面白いなといつも思っていますということで「ノ、えーナンデブソライス」今日はこれまでとなりますまた明日っていうかこれつなげないといけないねこの後あそうだケンモジャー先生こんな感じですウィンおこれはクオリアと人工意識じゃないかそうですねなんかこの人とこの人が似てるそして3人いるんでケンモジャーさんがいるんで3人いるぞおあ,あれあれあれ混乱するまた明日